さあ、ついにやってきたモンスターハンターライズサンブレイクイベントクエスト第2回目、ダウンロードした追加コンテンツということで、なんとですね、追加コンテンツとしまして新たにイベクエがまたまたやってきました。で、それプラスエルガトパックがですね、昨日配布されました。こちらもぜひ受け取っておきましょう。で、エルガトパック4とイベクエっていうことで、で、今回はなんと特別な重ね着防具を生産しようということで、これはまた何回かやらないといけないパターンか。なるほどね。まあ、とりあえずそういった形で今回もですね、イベクエが配信されておりますので、ぜひ皆さんこちらやってみてはどうでしょうか。ですので今から早速いきましょうか。で、今回はですね、うわぁ、はぁ、マジかよ、激高したラージャ2と。いや、まあ事前にですね、公開されていたので分かってはいたんですけど、うわ、マジか、今回激高ラージャ2頭なんだ。ってことで、とりあえずこちらやっていきましょうか。マジか。いやー、2頭はやばいっすね。とりあえずやっていきたいと思います。ただ、どのタイミングで、いつ何のクエストがやってくるかっていうところは公開されてなかったので、ちょっと驚きですね。2回目にラージャ2頭なんだ。ってことでやってきました。さあ、やっていこうぜ。で、弾の補充をしていきましょうか。さあ、飯も食ったので行きましょうかね。いやー、これはなかなか厳しいぜ。これはなかなか厳しいな。ってことで、あー、最初からやっぱ2頭いるんだ。え、なんか懐かしいね。モンスターハンターセカンド G って皆さんやったことありますか？まあ、セカンド G 昔あったんだけどさ。で、セカンド G でも、闘技場で2頭クエストがあったんですよね。で、ちょ待って。二等クエスト、喋らしてくれ。二等クエストがあったんだけど、クエスト名は忘れたんですけど、あったんですよね。で、小さいラージャンとでかいラージャンのクエストがあって、多分似たような感じなんですかね。ただ、大きさ的には、けどどっちも同じぐらいなんだな。まあ、とりあえずちょっとやっていきましょうか。確かセカンド G でやってますよね。あれ間違ってたっけ？サードでしたっけ？違うよね。まあ、とりあえず倒していきたいわけですが、確かセカンド G の一番最後のクエストが、ラージャ2頭じゃなかったっけ。ちょっと村クエか集会所がだいぶ昔の話だったんで忘れてしまったんですが、そんな記憶がございますね。ちょ待って、2頭やばいな、これ。大丈夫か、やばいな。ちょっと待てよ。これはまずいぞ。これはまずいぞ。両方見ないといけないから。あ、けどやっぱ右の方がちょっとでかいな。ちょっとかわした。右の方がでかくて、左が小さいな。やっぱりなんかその小さいラージャンとでかいラージャンがいるみたいな感じですかね。で、そっち見て、これ来るな、ビームが。これさ、激高ラージャンのビームどんぐらい入るんですかね。なんかあえて仕切らない方が良かったりするのかな。4人マルチでやるんだとか。ちょ待って、めっちゃ動きすごいな。よしよしよし、仕切りないです。でも向こう一人だけど大丈夫か、これ。よいしょ。激高ラージャンか。でも懐かしいね。やっぱり普通のラージャンよりかなり強いですね。動きがアグレッシブすぎるな。すごいな。動きがやべえな。大丈夫か？これね、前足とか前の手、けどちょっと足か、表現難しいんだけど、硬化してるんで、ケツから顔面を狙ってくる。これケツから打っても入るよね。こう入るね。ちょっと待って、これかわしてこっちやな。はい、うわーってマジで2回来るんだ。これで2回目ですかね。まだ1回しか戦ってないんです。ちょっと粉塵使うしかないか。オッケーオッケー、ナイス。いいよ。いいよ。待てよ。これ来る？来る？来る？おお、危ない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 。こっちか。よし。とりあえず。打って、打ちまくって。受けてるな、ね。右じゃ左か。ちょっと待って、これ、大丈夫か？オッケーオッケー。いいよ。オッケー。いいね。いやー、ちょっと2頭がめんどくさいな。打ってたら横から来るから怖すぎるんだよな。
横目で見ながらやらないと。こっちやな。で、そっちに行って358入るんだ。結構入るんだ。貫通だ、切り替えて。こっちやな。オッケー、かわして。で、そっちやな。こっち見て。いやー、こ、うわー、ちょっと待って。待って、そっち。おー、これまずいぞ。危ない。危ない。危ない、そっちが来た。やばいな、動物園状態だな、これ。1体だったらどうにもなるけど、ちょっと2体いるのまずいっすね、やっぱ。気をつけろ。さあ、ちょっと殴って、ケツから弾をぶち込むと、かなり下品ですが大丈夫でしょうか。おお、もうない、なんでこっち来るの、やめてくれ。もし一体捕獲可能になってるけど、これどっちが捕獲可能なんだこれ。ちょっとターゲットカメラしたいけど、ちょっと余裕がねえぞ、そっちか。ちょっとケツにぶち込んで、もうこれ倒した方がいいんじゃない？捕獲すんのかな。かわして、かわして、かわして、きた、大技、これかわせる。 OK、 かわして、おーおお、ナイスラージャン、今のナイスよ。ちょっとかわして、危ないね。いや、ガチで危ない。で、1体消えた。で、今の俺ナイスすぎない？ちょっと待って、今のナイスすぎないか。いや、どうなった、ちょっと見てなかったわ。今空中で落としたよね。ちょっと待って、かわして、前進してくる攻撃はですね、普通のラージャンと同じなんでかわせるけど、あ、ちょっと待って、やべえぞそれ、大丈夫か。この状態でさ、寝てるラージャンやばくね？やばすぎだろ、これ。めっちゃグーグー寝てるんだな。いや、一体になったらめっちゃ楽だな。一体になった瞬間めっちゃ楽になる。いや、マジでさ、二体いるとほんときついよね。で、顔面放置して、これでようやく顔面狙えるなったな。マジで、二体いるとき大変だったしね。で、そっちかわして、いいよ。OK。ケツに攻撃して。マジですごいよな、この動きが。で、かわせる。かわせる。で、ケツを攻撃する。これだけ打ち込まれたら地になりそうね。大丈夫なんだ。いや、このクエストやばいっすね。ちょっと待って。このクエストなかなかやばいな。一頭でもなかなか厳しいな。見てると。見てると結構厳しそうですね。で、まあ、打ち込んで、打ち込んで、で、なんで尻尾と顔面が弱点で、これで打ち込んでいきます。あ、貫通がレベル1だとあれですね、入らないですね。で、かわせる。かわして、でもう一回来る、かわして。これ2段なんだよなぁ、なんかこの、スーパーダッシュみたいなこと。で、これもかわせる。で、こっち来て。OK、OK、OK。いいよ。で、殴って、よいしょ。いいよ。来るね、こっち。ラージャン懐かしいな。モンスターハンター4の時、めっちゃラーハメって、流行ってましたよね。ギルクエで。ひたすらラージャン狩るみたいな。ありましたよね。これもいいか。通常ならレベル2で十分やな。これ、どうすか？やります。倒す？捕獲？捕獲する？捕獲か。ということで、お疲れ様でした。おしまいですね。いやー、けど結構大変だったね、これ。まあ、その1頭だったらだいぶ楽なんですけど、やっぱ2頭だと、動きがやばいっすね、動きが。動きやばいっすね。うん。まあ、慣れてたら、どうってことないかもしれないけど、激高したラージャンでそんななんか戦う機会ないからさ。なんか動きが独特でちょっとびっくりしましたね。あの電光石火さ、二段モーションなんだ。はい。ってことでそんな感じでございます。で、今回ですね、重ね着が得点となっておりますので、まあそれを考えると複数回やらないといけないのかな。おそらくクエスト自体は複数回やらないといけないのかなっていうところですので、ぜひ皆さんですね、こちらのクエスト複数回やっていきましょう。ただ、かなり大変ですので、
まあここの真ん中仕切るとですね、まあ1対1で戦うことができるので、まあソロでも応戦しやすいかもしれませんが、ただこれソロでやるのは相当難しいんじゃないかな。マルチであれば、まあどうにかなるかもしれないけど、とても大変だなと思いました。で、報酬としましてはですね、ここら辺は普通ですね。で、今回大きなものとしてはこちらか、交渉チケットっていう限定アイテムがございまして、で、こちらがどうやらもらえるみたい。で、こちらを交換することで重ね着装備と交換できるみたいですので、ぜひ皆さんゲットしておきましょう。まあ、そんな感じでございます。いや大変だったねってことで、全て受け取りましょうか。で、これ何回かやらないといけないので、ちょっとこの後ですねやりたいと思います。いやー、今週のイベクエレベル高かったな、ちょっとびっくりしたわ。で、来週のイベクエってなんだろうな、あと確か銀レウスと何かが残ってますよね。個人的には銀レウスと戦いたいなと思いました。で、重ね着装備のところに行きましょう。これプレイヤーで合ってますよね。これは合ってますでしょうか、どうでしょうか。ちょっと重ね着装備見ていきましょう。で、今回何追加されたんだろうね。ちょっと見受けられないな、どれだ、どれでしょうか。これじゃねえよな。消毒チケット。まあ、消毒チケット G は共通なんだけどさ。ラーさんのやつってどれだ、これ月光だね。月光だ、違うし。これまだ出てないパターンですかね。ちょっと後ほどですね、確認をしていきたいわけですが。はい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 。今ちょっと一通り見ているんですけど、出てないね、まだ。あー、こっちか。プレイヤーじゃなくて、どうやらですね、こちらなので、オトモアイルみたいです。で、オトモアイルっていうことで、まあ、重ね着だから、まあ、ステータスに特に変化はないんですけど、見た目はまあ、こんな感じみたいですね。どうでしょうか。プライド猫ヘルムと、プライド猫メイルがこんな感じになっております。で、オトモガルフの方をちょっと見ていきたいわけなんですが、プライドガルヘルム。で、プライドガルメイルということで、まあ、比較的ですね。まあ、見た目はかなりかっこいいのかなっていうところです。へえ、なるほどね。どうなんすかね。まあ、とりあえずかっこいいので、ぜひ皆さんこちらゲットしていきましょう。どうやらこちらを使ってですね、重ね着を生産できますので、まあ、多分2、3回行けば OK じゃないかな。で、さっき1回って2つゲットできてるわけだから、まあ、2、3回ぐらい行けばコンプリートできるかと思います。ですので、ぜひ皆さんこちらゲットしていきましょう。はい、ということでお疲れ様でした。今日追加された新しい要素の紹介でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後に高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。